はい、ロット完成しました、ガイドスペーシングこんな感じです。こんな感じといってもちょっとわからないですよね。で今画像を出します。海外のフォーラムだとかいろいろなサイトにこのガイドスペーシングに関しては出ていると思うので、そちらを参考にさせていただきました。でパートリッジから全ての部品を取り外して再利用してますけれども、パートリッジは15フィートで、全部で12個のガイド、こちら14フィート7インチという長さなんですけれども、13個のガイドになってます。全部この辺ガンメタのガイドがついてるんですけど、ここ1箇所だけクロムメタのガイドになってます。ここだけ買いました。でラッピングはそこそこ頑張ったんですけれども、コーティングがひどい、汚い、今まで3本作った中では一番汚いです。ちょっとやり直したいなとか思ったりもしますが、まあ機能的には問題ないんでこのまんまかななんていう気もします。では実際に振ってみたいと思います。今スカジットヘッドの600グレインプラス、インターヘッド、インターティップですね、使ってます。ウェイトフォワードの5番フローティングシューティングラインですね、それを使ってます。シングルスペースするにはちょっと短い感じがしますけど、まあそれでもちょっと軽い感じもしますけど、それでも手返しはいいですね。こういう川でけど対岸の魚だけ狙うならこのリトリーブが煩わしい。まあそのやっぱり釣り場によってラインは変えた方がいいかもしれないです。シースペイとかだと、まあいい感じですね。手返しがいいくて、で何よりロッドが軽い。とても14フィート6インチ7インチ振ってるような感じではないぐらい軽いです。こういうシューティングラインこうモノフィラとかにすれば多分10メーターぐらいは伸びるんじゃないでしょうか。意外と本当このしかも大した細くないウェイトフォワードの5番なんで、こんな感じで全部ラインは気持ちよく飛んでいきます。めちゃくちゃいいロットです。購入先等はブログで紹介してます。ぜひ、ホームページサイトの方も見てみてください。よろしくお願いします。スイッチキャストするのはもうちょい長い方がやりやすいですね。オーバーハングちょっと取ったらどうかな。うわ、軽すぎ。カワーだとこのシングルスペイが非常にやりやすいんですけど、やっぱりラインが短いんだな。こうなってくるとただのジャンプロールの方が飛ぶことが多かったりもします。こうゆっくり持ってきて
ほら、この方が飛ぶことが多いです。ジャンプロールなのかなんとかスタイルとか、まあいろいろあるんでよくわかんないんですけど、ずっと引きずってこうリフトをしないような、リフトをしないでこう引きずってきてっていう感じでキャストをすると、このラインは飛びますね。ただこうリフトをしないでパンとパンと今ぐらい言うといいですね。今なんかコツコツと当たりらしきものがありました。ついリフトしてこう投げちゃうと、まあ何でもで、最近僕ちょっと気づいたのが、今ちょっとガイドの位置見てください。このリールに対してちょっとこっち向いてるんですけど、僕の変な癖があるみたいで、投げるときキャストするときにですね、こうちょっとリールが変な方向を向くんですね。多分リールの重心のせい、いくら直そうとしても直らないんで、ちょっとこのガイド、このバット部分にガイドある竿だとちょっと厳しいんですけど、こうガイドのない竿だとこんな感じでちょっと曲げてやると、リールはこっち向いてるけどガイドはまっすぐみたいな感じなんで、多分キャストもその方がいいと思います。というわけで完成したロッドの、お知らせレビューとなりました。なかなかいい竿です。もう一本作りたいぐらい軽くて、一日振っても絶対疲れないぐらいの竿です。最近振ってた中では一番軽い。